佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。今回もこの番組佐藤美久の女優道お聞きいただきましてありがとうございます。ではまさに秋本番ですが、食欲の秋ということで、まあ、私の、まあ、秋の味覚にねついてちょっとお話ししていこうかなと思うんですけれども、多分以前はね多分さつまいもの話した気がするんですけど、私の、親戚いいとこからですね、今島の方で漁師として働いてるんですけれども、そのいとこからですね、マホッケをいただきまして、でなんかこのマホッケっていうのは一般的には皆さんがね一般的には島ホッケがすごく有名らしいんですけれども、このマホッケっていうのがなかなか食べられないホッケらしく、それをですね送っていただいて、まだねちょっと食べてないんですけれども、作ったら多分母が、さばいて、煮物にしてくれるとは思うんですけれども、まあ、ぜひねちょっとブログとかで紹介したいなと思いますので、ぜひぜひね皆様も、まあ、サンマとかね魚だとそうですね、サンマとかさつまいもとか栗とかそうですね、皆さんまたこの秋のね食材もね楽しんでいただければなと思います。さてこのあたりで改めて自己紹介をさせていただきたいと思います。私佐藤美久は女優タレントとして活動させていただいて、まだ3年目の新人です。主な活動としては地上波のドラマのエキストラなどで勉強させていただいたり、いろんな映画でお役をいただいたりなどのほか、最近の主だった活動としては先月藤田新一監督のホラードラマ戦慄女子取る女編に主演の前田のぞみさんの友人役として出演させていただき、また映画22世紀偶話に主演として出演させていただいております。また毎月第1第3金曜日夜23時からはネット配信番組 MeToo ショーで私自身が出演させていただいた某作品のキャラクターから派生したカタカナで佐藤美斗というネットアイドルという設定で、ただただプレステのゲームをやり続けるという生配信番組もやっております。そして豪華クルーズアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいており、こちらもアルカディア号のホームページのチェックも、お願いしておきます。それでは最初のコーナーはミクのマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。先月もいろんな現場に出演参加させていただきましたのでご報告させていただきたいと思います。まあ、こちら毎度のことですけれども、ドラマ等の出演に関して守秘義務のためあまり詳しくは申し上げられませんが、一つずつご紹介させていただきたいなと思います。まず一つ目がですね、TBS さんで、10月9日から、スタートしております、毎週火曜日夜10時の、ドラマの本編では出ないオムニバスの、撮影がありまして、行かせていただきました。なんとですね、この撮影場所がかなり遠い地方の、撮影でして、朝初めてロケバスに乗った時にここに行きますっていうことですごくびっくりした場所で、皆さんもご存知のある温泉地にですね、現場で行かせていただきました。ものすごく見晴らしが良くて、で設営場所も高校だったんですけれども、本当に丘の上というか丘の上にある高校で、もう海が一面見えるすごい景色がいい現場に行かせていただきました。でですね、ちょっと学生というか、中学生の役で行かせていただきまして、もう24になってね中学生の役ということで、ちょっとね二つ結びとかしたりとかしてもちょっとでもね中学生らしい髪型とかはですね、で、まあ、制服もね貸していただきまして、お借りいただきましてですね、撮影頑張りました。はい、ね、これどこで見れるのかな、見たいなというふうに思います。はい、
で続いてはですねテレビ朝日さんの、10月11日昨日からですねスタートしております、毎週木曜日夜9時からの、ドラマに、参加させていただきました。本当にもうずっと行きたかった現場にですね行かせていただきまして、である現場はですね私のおばあちゃん家の近くであったりとか嬉しかったっていう部分もありますし、ちょっと特殊な役もですねやらせていただきまして、いや嬉しいなというふうに、こうどう映ってるかはまだ分かってはないんですけれども、まだね私も見れてないので、はい、ね、ちゃんと映ってるといいなというふうに思います。はい、そして続いてはですねこちら番組冒頭でも申し上げましたけれども、エンタメーテレさんで戦慄女子撮る女編がですね、オンエアされました。私もですね拝見しまして、以前藤田監督がねいらっしゃってゲストで、出演させていただきまして、その時にちょっとねか私のねシーンの部分ちょっとカットするからっていう風におっしゃっていたんですけれども、いやもうすごくたくさん使っていただいてもう本当に嬉しかったです。はい、またね本当にご縁があればぜひもう一度出演させていただきたいなという風に思います。本当に、藤田監督はじめ本当にスタッフの皆様そして共演者の皆様本当にありがとうございました。はい、続いてはですね、劇団新幹線さんの、メタルマクベスディスク2に、感激させていただきました。いやもう本当にかっこよくてですね、この主演の尾上松也さんがですねものすごくかっこよくって、で何回か舞台見させていただいておりましてですね、でこのメタルマクベス の, 劇場がですね360度回るんですよ。ステージじゃないと客席がすごくないですかもう一種のもう本当にブログでも私も書かせていただきましたけれども、一種の本当にアトラクションを乗ってるかのような感覚でこう動く、客席がこう動く瞬間とかもちょっとびっくりしちゃうんですけれども、すごく臨場感がありまして、かなりも見応えもありますね。マクベスをこう メタル調、そうですね、メタルの歌にこうメタル調に乗せてこうミュージカルなんですけれども、歌っていく物語がこう進んでいくんですけれども、こうマクベスって結構こうシェイクスピアのちょっと硬い感じの私のイメージなんですけれども、こう硬いお芝居なのかな、お芝居の感じがするなっては思ったんですけれども、本当にこうメタルのこう音楽が入ることによってすごく楽しいですし、自分もこうメタル調のこの曲に乗せて自分もこうリズムに乗ってしまう感じがすごくこう一緒にこう物語を進んでいっているな、いっている感覚があって楽しかったですし、もう迫力が半端じゃなかったですね。はい、でこのなんと終演後にですね、なんとこの主演の尾上松也さんの楽屋にですね行かせていただきました。本当にありがとうございます。ずっと会いたかったっていうのもありまして、こうちょっとタイミングが合わなくて何回か行かせていただいてたんですけれども、やっとお会いすることができまして、しかもお写真も一緒に撮ってくださいまして、いやもう言葉が出なかったですね。あまり久々の緊張に何も声が発することができなくて、ガチガチに緊張してましたね。もうお会いした後ちょっともうふわふわしながらこう夢の中にいるような感覚でした。はい、本当にお姉さんありがとうございました。で10月25日まで、メタルマクベス、ディスク2、公演しておりますので、で休演日が10月の2日9日16日23日が休演日となっておりますので、まあ日によっては当日券もあるみたいですので、ぜひ皆さんその360度回る客席をぜひ
体感していただきたいなというふうに思います。続いてはですね、大阪の人気劇団、私の、事務所の社長の後輩の、元劇団新幹線のフランキー中村さん主催の劇団劇トンさんの、本公演ダッシュテイクバイフォースを、感激させていただきました。作品はですね、出演者の方が結構こう声優さんの方が多くてですね、まず客席に入るじゃないですか。で場内アナウンスというか、注意事項みたいなのを作品が始まる前にアナウンスされるんですけども、その声をですね、ちびまる子ちゃんのたまちゃんの声をですね、やられております、渡辺直子さんのその可愛らしいたまちゃんの声がですね、響き渡るという、もうその時点でもうワクワクしちゃってるんですけども、やっぱアニメ好きの私にとっては、はい。そしてもう一人ですね、もう一方、バイキンマン、そしてドラゴンボールフリーザの、声を担当しております、中尾流星さんも、出演されておりまして、いやーもうずっともうフリーザ様だと思いながら、もうずっともう作品をずっと見ておりました。あすごいと思いながら、フリーザ様が動いてるって思いながら見ておりました。そして、もう一人、もう一方、ハンターハンターのキルア役を、担当しております伊勢マリアさんですね。結構このハンターハンターのキルアって結構少年なんですけれども、伊勢さんは本当に可愛らしい女性の方で、あこの方がキルアをやってるんだっていう風に思いまして、声優さんがこう舞台をやってるっていうのが初めて私見まし拝見させていただいて、すごく楽しかったですし、こう曲の音響の使い方とかもすごく独特で、これもまたすごく新感覚な感じで、ぜひすごく楽しかったです。でこちらも、終演後フランキー中村さんにですねお会いさせていただき、そしてお写真も撮っていただきまして、本当にありがとうございます。ブログの方でもね載せさせていただいておりますので、ぜひ皆さんチェックいただければなと思います。そうですね、まずそして、最後ですね、ちょ10月28日からですね、毎月第2第4日曜日、12時から、市川ここ市川うらら FM さんで始まる新番組北野しおりのリアルドライに、レギュラーパーソナリティとして、番組をまた持たせていただくことになりました。ありがとうございます。その顔合わせがありまして、この北野しおりさんという方はですね、コスプレイヤーさん、いわゆるレイヤーさんですね、はい、アニメのこう衣装を着てこう写真を撮るっていう方のこうコスプレイヤーとしての苦労とか、あとはこう楽しいことであったりとか、あるあるとかをですね、たくさんの方に聞いていただければなと思いますので、そして私もですねアニメ好きということで、そして北野さんと年が一個違いなんですね。なのですごく話しやすい方なので、ぜひぜひ皆さん見ていただいて、コスプレイヤーさんとはどういうことをしているのかというのをですね、ぜひ聞いていただけたらなと思います。はい、ではですね、もうこの1ヶ月間振り返りまして、先月はすごく舞台をですね2本、はい、見させていただきまして、やはりこの迫力のある舞台をですね間近で生で見るっていうのはすごく刺激になりますし、私も頑張ろうっていう風に思いました。なので引き続きね、10月もしっかり私も頑張ってまいりたいと思います。以上、マンスリーダイアリーのコーナーでした。さて続いてのコーナーは片寄りムービーリポートのコーナー。このコーナーは私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っていますので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて、方が洋が問わず独断と偏見で、ご紹介させていただくコーナーです。今回は食べる女という作品についてお話しさせていただきたいと思います。まずリサーチに行く前にですね、以前お話しさせていただきました
食事や料理のシーンをですね、私佐藤美久 YouTube でよくチェックしているんですね。まあ、なぜかと言いますと、演技の参考にもなるかなという思いと単なる、まあ、興味でもあるんですけれども、まあ、そこで見つけたメガネという作品について、お話しさせていただきましたが、そこから派生して今回はタイトルそのまま食べる女を見てまいりました。さてこの食べる女、リサーチによりますと脚本家として活躍する、筒井智美さんの著書を原作にしたドラマ、恋や仕事に奔放する8人の女性たちの日常から食と性の問題を映し出す。メガホンを取るのはドラマ3年 B 組金髪先生シリーズの演出を担当してきた生野次郎、空中庭園などに出演した小泉今日子が主演を務め、沢尻エリカ、前田敦子、広瀬アリス、山田優、田光、シャーロット、ケイト・フォックス、鈴木京香らが共演する。あらすじはというと、主人公の敦子、小泉今日子は、古書店を経営しながら雑文筆家として活動していた。古びた日本家屋の一軒家で暮らす彼女は女性たちを招いて美味しいものを好きなだけ食べる宴を開く。風采の上がらない中年男性との関係に戸惑う恵子、沢尻エリカ、何かが物足りない恋人に求婚されたことを悩む民子、前田敦子、恋愛が失敗ばかりしているあかり、広瀬アリスらが集まり、敦子が、振る舞う、料理に舌鼓を打っているところから8人の女たちの日常、さまざまな人間模様が展開していきますとありました。ということで、もうこのタイトルを聞いただけでもうすぐにもう見に行こうというふうに思いました。はい、見ようと思ったきっかけが渋谷 の映画館のところで、でっかいポスターが、この食べる女のでっかいポスターがあって、もう絶対見に行こうっていう風に、そこでもう一瞬に交換前からもう絶対見に行こうっていう風に思っておりました。でこう見てまず最初に思ったことが、すごく女性の本音が満載な作品だなっていう風に思いました。ただご飯を食べるというわけではなく、食ではなく食べるということなんですけれども、まあ、そうですね、人間の三大欲求のうちの2つですね、食欲と性欲、まあ、その2つがですね、まあ、この作品ではものすごく詰まっていまして、でこの作品の中ではですね、なんと50品以上の料理が、劇中で出てまいります。で私はですね、見ていて特に手羽先がすっごく美味しそうなんですそれを沢尻エリカさんがこうかぶりついてるところが、もう本当によだれが出ちゃいそうですもう見ていてもう何回かもうよだれが出そうになってしまいました。もう美味しそうに皆さん食べるんですよ。で前田敦子さんが、最初にメニューをですね、こう読み上げていくんですけれども、そのメニューの読み上げてる時点でもうこの料理の想像が私の中ではこう膨らんでって、あーそんなの食べてみたいなっていう風に思いました。ですごく私の中ではいい意味でドラマチックではなくって、すごく平凡な、まあそのなんていうんですかね、女性のなこう考え方、なんか特にこう男性がこの多分作品見ると、女性ってこんなこと考えてるんだっていうのがちょっとわかるかなっていうふうに思いましたね。はい、意外とちょっと深いことを考えてるんだぞっていうのがこの作品を見ると伝わるんじゃないかなっていうふうに思います。こうね、男性の前でこう綺麗にしているっていうのはすごく女性の中では努力していることなんだぞっていうのをですね、感じられるのではないかなっていうふうに思いますね。で、ある一言があって、美味しい女になるっていうのがすごく素敵だなっていうふうに思って、その美味しい食べ物を食べることによって、こう辛いことからいろいろこう悩んでることも、こう心いっぱいに美味しいもので、綺麗にこう流していけるというか、それによって
美味しい女になってこういろんなね男性とこう恋愛がいい恋愛ができるよっていう風にですねすごく教えてくれる作品だなっていう風に思いましたね。そして同い年でもあります広瀬アリスさんの演技がもうすっごく可愛らしくって、いろいろこう自分の中で葛藤していて、でこうどうしてもこうお酒を飲みすぎて一晩ね男性と過ごしてしまうということがすごく何回かあって、でもその一晩過ごした男性にひき肉料理をですね出すっていうのがその広瀬アリスさんが演じる役が定番なんですけれども、その作ってる姿も可愛らしいですし、途中でこういい人が見つかるんですけれども、その、抱きつく瞬間とかも、本当に可愛らしいなというふうに思いましたね。はい、なので本当に素晴らしい作品というか、こうものすごいたくさんの、素晴らしい女優さんがいる中、こういつかね私もこう素晴らしい女優さんの中でこう演技ができるようにね、今後も頑張っていきたいなというふうに思います。はい、なのでぜひ皆さんね、おそらくまだ劇場とかでもねまだ上映されてるかと思いますので、ぜひお近くの劇場でご覧いただければなと思います。特に大人のね女性男性の方ぜひご覧いただければなと思います。以上片寄りムービーリポートのコーナーでした。なんと皆さんもうエンディングのお時間となってまいりました。いつものことながら本当にあっという間です。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん本当にありがとうございました。それではここで私から改めて告知をさせていただきます。オープニングでも申し上げましたが、ネットアイドルカタカナで佐藤ミクとして、この番組佐藤ミクの女優道とは180度全く違うキャラで生配信番組をさせていただいておりますので、もし ご興味のおありの方はぜひ一度カタカナで佐藤ミクでチェックしていただければなと思います。また他のいろんなスケジュール等に関しましては、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッター、もしくは私佐藤ミクオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そして皆さんのこの番組へのお便りお願いいたします。ファックス番号 047-303-3974、 メールアドレスは fmu@fmu.co.jp fmu@fmu.co.jp 佐藤ミクの女優道までお願いいたします。それでは佐藤ミクの女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤ミクでした。ありがとうございました。